こんにちは。今日は久しぶりのハンドメイドです。ハンドメイド動画です。今回は作ってきたもののご紹介をしていきたいと思います。最近は毛糸屋さんで、ネットで取り寄せたんですけども、こちらの一期一会っていう糸を買いました。こちらはレース糸に近い感じですね。こういう感じです。この糸を使ってこういう素材系リボンを作っていました。アイロンなどかけるとまたしっかりとつくんですけれども、こんな感じですね。この素材系リボンを使ってこちらのミニポーチを作ってみたり、100円均一のマセリアさんなので、こういうミニバッグを作ってみたり、こういうふうにレース素材を使ってちょっと作ってみたりしています。だいたいこんな感じのポーチに、こちらのレース編みで編んだレースリボンをかたどって、こういうポーチを作っていました。こんな感じですね。今日は簡単ですけれども、ブログなどでご覧の方はいつもご覧いただきましてありがとうございます。こちらのまたブログなどでご紹介いたしますけれども、最近はこういう素材系リボンを作っています。よろしければまたブログなどにもぜひお越しくださいませ。お待ちしております。